国カルストっていう場所を目指したいと思います。愛媛県入りました。ついに来たぜ四国カルスト。原付バイクでついに来たぜ。やばいってこの景色、すげえ。はい、皆さんこんにちは。僕はですね、高知県にいます。高知県高知市ですね。で、今日はですね、高知というかもう四国が誇る絶景スポット、めちゃくちゃ行きたかったところ行ってみたいと思います。天気もね、ちょっと雲が見えるけど、まあなんとか天気が持ってくれたらいいなと思ってます。というわけで今日も元気に行ってみましょう。出発するときはいつもなんか寂しい気分になるな。こうやって日本各地を旅してると、日本各地それぞれの場所にまた帰ってきたいなって思う場所がどん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 増えてくわ。1週間とか5日とかそれぐらいじゃ全然こう堪能できないからさ、今回はかなり駆け足の旅だけど、いやー、そう考えるとやっぱ人生って短いなぁ。人生の大半の時間をどこで過ごすのか、ほんとそれはめちゃくちゃ重要なことな気がする。今日はね、この高知市から四国が誇る絶景スポット、四国カルストっていう場所を目指したいと思います。で、今日はそのまま四国カルストでキャンプをして一夜を過ごして、で、明日とうとう四国最後の県、愛媛県に向かっていきたいと思います。今日はね、バイクに全荷物を詰め込んでるからめちゃくちゃ重い。多分ね、総重量で200キロぐらいある気がするんだよね。200キロ以上あるよ、多分。その重量で、ちゃんと山道通れるのか、ガソリンは切れないか、パンクしないか、そして天気。この間のね、UFO ラインでね、すごい痛い目を見たから、あんな霧の中じゃ絶景もクソもなかったんで、天気はちょっと本当にどうしようもない部分があるので、本当にうまくいけばいいですけれども、とにかくこの命がある限り今日も元気に行ってきたいと思います。結構やばいんじゃないの、これ。続けるから怖いよ、今日は。よっしゃー、トゥデイでめっちゃ来た。知ってる。ロード車で4分。あれを通ってくるか。ちゅうわけで四国カルスト目指していくんですけども、まあここからだいたい1時間ぐらいで着きますね。30キロ40キロぐらい。そんな遠くないんですけど、いやーちょっとね、一つ懸念がねあって、もともとここら辺で一回ガソリン入れといて満タンな状態で行こうと思ってたんよ。で、なんかこの間あの剣山登った時ガソリンランプついて本当になんかめちゃくちゃ怖かったから、
本当に山入る前に入れとこうって今回思ってたんだけど、今日さ日曜日でなんかこっちの田舎のガソリンスタンドって日曜日休みなのよ。2個3個回ったけど全部空いてないのよ。やっちまった。休みということがあるんだな。なんかガソリンスタンドで休みっていう感覚はあんまりないんだけどさ、山の方とか来ると平気でやっぱり休みがあるんだよね。いやーこれはもうだったわ。やっちまった。おい牛、寒っ。やべ、ガソリンのこと忘れてた。やべ、愛媛県入りました。ついに来ちゃったよ、四国カルスト。原付バイクでついに来ちゃったよ。ここも悪くないけど、こっち側の方が風強そうだし。ういっと、今日の献立は玄米とカップヌードルですね。その時の、その吉田麻也からの。おはようございます。朝です。ついに来たぜ四国カルスト。原付バイクでついに来たぜ。やっぱやれんことはないな。原付バイクで遠出とかマジ無理だよってずっと言われてたけど、来たぜ埼玉から。それなりの大きな目標であったこの四国カルスト、ここは絶対来たいと思ってた。ただね、原付でね来ていいのか正直不安だったよ。来れたね。でも原付でも来れたよ。やばいってこの景色、すげえ。Walking away, your words are lost on me. It's taking everything.Not to turn around, throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hate when I lose, but if I'm gonna lose you.I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes.Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't move one at a time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it.